テリオも前から奪って速い攻撃、より相手ゴールに近いところでボールを奪いたいというサッカーを今年はやりました。高田なかなか結果に結びつきませんでした。高い位置で奪って中央、オフサイドはない、シュート、4点目、牛の浜が奪った4点目、プロ初ゴール、浅野監督の起用に応えました。星さん、はい、高い位置で奪ってゴールに結びつけました、はい、まあ、やってはいけないミスなんでしょうけどもね、はい、まあ、この後ね、粘りました。確かに手に当たってるんでしょうけども、はい、その一瞬のアピールで遅れてしまった。今のプレー、ここでね、手に当たったんだろうけど、中村さんの笛は鳴りませんでした。そして牛の浜、落ち着いて